はい、皆さんこんにちは、コロナ後です。今回もですね、イギリス軍チャレンジャー2ですね、こちらの制作動画になっております。今回で最後ですかね、制作の様子は、最終的な仕上げ動画ということで、チッピング塗装をですね、車体全体に施して、ウェザーリングで色を落ち着かせて仕上げております。はい、どうも GoPro で撮影してるんですけど、接写が苦手なのかな。こういった形で見てすいません、若干ピントが合ってないんですよね。この辺はすいません、今後の改善課題かなと思います。でいつも通りですね、ファレホの塗料を使いながら、面相系の細筆で書き込んでいってます。まあ、今回ですね、マーキングもジオンにして、ちょっとジオン軍の戦車ってコンセプトで、車体の色も青っぽくしてますんで、チッピングもちょっと大げさに書き込んでます。まあ本当はね、こんな感じで剥がれたりとかしないんでしょうけど、多少その辺は、デフォルメしながら、書き込んでいってます。はい、車体上部表面もですね、激しい戦闘をこなしてきたような感じで、書き込んでいってます。しかしこの戦車かっこいいですよね。本当にね、車高がすごい薄くてですね、見栄えします。はい、まあ、戦闘力っていうか性能面はどんなもんなのかちょっとよくわからないんですけど、フォルムについてはかなりいいなと思います。はい、画面越しだとね、筆が結構太く見えるんですけど、実際はかなり細い筆使ってます。縦に傷を入れたりとか、縁とかですね、端っこのところは剥がれた感じを、強めに出していってます。はい、まあ、囲う感じかな、個々の面がありますんで、四角い面がありますんで、書き込んでいってます。この後、砲塔方針周りも、あとスカートですか、両サイドのサイドスカートもチッピング入れていってます。あ、これスカート入れてる様子ですね。はい、横に擦り傷が入っていくような形で入れていってます。結局この下の方の泥除けのところはですね、青色で塗装したんですけど、別の色でも良かったかなと思ってますけど、まあちょっとどんな色がいいのかわからなかったんで、まあ一旦青ベースで塗装しちゃってます。はい、この穴は結局ね、開いたままなんですけど、謎の穴ですね。なんかつくのかな、本当はオプションパーツみたいなのが。はい、その辺はすいません、詳しくないのでわからないです。反応走行ですかね、この辺もかっこいいですね。はい、でスモークの機械ですね、ところはちょっと赤く塗ってみました。この他にもですね、ボルトっぽい突起物だったりとか、まあ、強調できそうなところは赤く塗っていってます。塗料はですね、こちらもいつも通りファレホ系の水性塗料を使用してます。水で溶かしながら塗ってます。ちょっと見にくいですけど、今アンテナ系にも塗ってみました。はい、まあ、遠目で見るとね、デカールの赤なのか、筆で塗った赤なのか分かんないような感じなんですけど、はい、で、いつも通りジャバジャバってウォッシングですかね、車体全体をウェザリング塗料、エナメル系の塗料ですね、専用塗料で塗っていってます。まあ、相変わらずこの工程は勇気いるのと、今アンテナちょっと危うい感じですけど、もちろんこの後定番のアンテナ折れちゃってます。まあ、ガンプラに比べてね、パーツの割れは少ないんですけど、やっぱああいう細いパーツは強度が落ちちゃいますね。あとね、この前方部の白いね、デカールあったんですけど、そこが若干乾燥過程でひび割れてしまいましたね。はい、まあ車体全体にチッピング入れたんで、ちょっとデカールがひび割れても、まあそれも一種の飾りのうちかなと思って、気にしないでこのままにしたと思ってるんですけど、
で、拭き取っていってます。乾燥する前に拭き取ってます。結構ラフに拭き取ってますね。はい、この辺はね、ほんと毎回ね、どれほど汚した方がいいかってわからないんで、手探りでやっていってます。でもね、全体でやっぱり色をね、ウェザリング乗せた方が落ち着きますんで。はい、ということで、方針をくっつけたりとか、機銃を砲塔につけたりとかですね、あと後方部のですね、燃料タンク等を接着して、まあ、完成形としてます。はい、こんな感じになりました。どうですかね、自分の作風としては、結構珍しい感じかなと思います。はい、塗装に結構時間かかったんで、全体の、工程は結構1ヶ月ぐらいですか、ダラダラ作ったって感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回は別のキット作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またね、バイバイ。